クローディング。日本は変わらず、本土との経済格差も依然大きいままです。こんにちは。今回の動画の前に、1回目の動画の冒頭をご覧ください。こんにちは。今回は、ここ、米沢城跡こと、上杉神社から、上賀山市の長谷道場までの動画です。長谷道場は、上賀山市じゃなくて、山形市ですよって指摘がありましたよ。私は台本通りに読んだだけですからね。制作者さん、何か言ってください。そんなこと言うんですか？もう、怒ったから。イエス、イエス、イエス。オーマイガー。はい、気を取り直して第3回目のスタートです。上の山温泉街から今回はいよいよ長谷道場に到着です。制作者さんへのお仕置きもぎっちり済ませましたので、私が喋っている台本に何か間違いがあっても生温かく見守ってくださいね。でも本当は突っ込まれると嬉しいみたいですよ。そっち的な意味じゃなくて。ただいま国道458号線を北上しています。あとはこの458号線沿いに進んでいけば、あっという間に長谷道場に到着します。この動画はほとんど2倍速でお送りしています。この辺の右側も温泉旅館の密集地です。さすがは温泉の町上賀山ですね。さらには上賀山城もあります。紀伊町出羽合戦の時、上賀山城へは上杉軍の別動隊が戦っていました。でも、この上賀山城を落とすことができず、別動隊は、直江兼続が率いる本隊と合流できませんでした。今回のルートは、どちらかというと、別動隊の通ったルートになりますね。余裕があったら、本隊のルートも巡ってみたいですね。次の信号を左折すれば、もうすぐ長谷道場。あっ、曲がり損ねたみたいです。仕方がないので、このまま県道51号線から遠回りします。どうやら雨は少し弱まってきたみたいです。晴れてくれたらもっといいんだけどな。次の信号を左折したところに上賀山競馬場がありました。この動画の制作者さんも山形の予備校に通っていた頃、よく遊びに行ってたみたいですよ。もう随分と昔の話ですね。ちなみに右折して国道13号線まで進んでいったあたりに、山形のディズニーランドことイナワールドがあります。まあ山形のディズニーランドって私が勝手に言ってるだけですけどね。昔は山コーランドっていうあまりかっこいい名前じゃなかったそうです。制作者さんはおっさ、いえ年の離れたお兄ちゃんなんで、こっちの名前の方がしっくりくるみたいです。いよいよ山形市に入りました。ここの左手側に山形ニュータウン蔵王見晴らしの丘があります。見晴らしの丘小学校なんていうおしゃれな名前の小学校もあります。
制作者さんは米沢の人なので、まあ当然上杉推しなんですが、ここ山形市に入るとやっぱり野上推しの人が多いでしょうね。 NHK 大河独眼竜政宗でかなり印象が悪くなった野上義明さんですが、地元のためには前線を敷いていてかなり愛されています。山形城の銅像もとてもかっこいいですよ。あと山形と言ったら芋煮です。山形県民のソウルフードです。山形の芋煮といえば醤油仕立て、お肉は牛肉です。これは譲れません。でも制作者さんが今住んでいる福島の芋煮はなんと味噌仕立て、お肉も豚肉です。それって豚汁じゃ。まあどちらも美味しいんですけどね。慶長出羽合戦が始まる前、上杉家は徳川家康と戦うべく白川に兵を集めていました。直江兼続が家康に送った手紙、直江城を見て激怒した家康が上杉家の討伐をすべく兵を挙げたためです。でもこれは石田三成をおびき寄せるための家康の罠だったのです。石田三成の挙兵を知るや家康は兵を取って返し西に向かいました。家康が去った今、攻略すべきは最上。上杉軍もまた兵を取って返し最上領に攻め込みました。遠回りをしてしまいました。ここを左折して再び長谷堂城を目指します。あとはこの国道348号線を進んでいくだけです。この辺で慶長出羽合戦の結末についてお話ししますね。破竹の勢いで進攻し、長谷堂城を取り囲んだ直江兼続の率いる上杉軍ですが、粘りに粘る最上軍に苦戦を強いられていました。そんな中、直江兼続は関ヶ原での西軍の敗北を知り、撤退を余儀なくされてしまいました。攻守逆転です。今度は撤退する上杉軍に最上軍が襲いかかってきました。自ら神割を務めた直江兼続は最上軍の大攻勢についには自陣を確保しました。それを思いとどめさせたのが前田健二だと言われています。前田健二と水原親則の鉄砲隊が勢いに乗る最上軍を見事に食い止め、直江兼続は無事に米沢城に退却することができました。お話をしている間に長谷堂城が目の前に迫ってきました。
道の先の小さな山というか丘が発動場です。さあ到着です。制作者さんが城に登っている動画はすでにアップされていますので、興味がある方は動画リストから探して引き続き見てくださいね。私はナレーションしてないですけど。ご視聴ありがとうございました。